ただね、この懐かしむと悔しむだけじゃ僕はダメだと思います。やっぱりね、ダメだと思います。まあ深い理由は先ほど述べた寂しむというあり方の根源的な性格によりますけれどもね。もう一つやっぱり政治的にもダメだと思うのはね、懐かしむと悔しむはやっぱりね、やっぱり最終的に殺し合いになるしかないからですよね。一方で自分の国を奪われた人がいてね、これは自分の祖国を懐かしむ、占領される以前は懐かしい時代、占領されて以後は悔しい時代、そうしたら悔しむ振り返り方をして、占領した側に対しては恨み続けますよね。恨みをぶつけるしかないわけですよ。こうなるともうね、殺し合いになるしかないですからね。いつまでたっても堂々巡り。やっぱり寂しむというね、より根源に遡って、悔しみ、懐かしみも寂しむで裏打ちしていくという作業がやっぱり必要じゃないかなと思います。それをまあ僕みたいな言い方してる人は、まあこの3人誰もいないんですけど、僕的な言い換えをしてるだけなんですけどね。梅原武さんの立場はあえて言うとそうじゃないかなと思いますね。まあこれは循環思想と言えるんじゃないか。本人は永劫循環という言い方してます。永劫循環、永劫回帰にね、ニーチェの永劫回帰に張り合ってるんですけどね。永劫循環で、もっと具体的に言うと縄文時代です。彼がモデルとするのはね、縄文時代。あえてざっくりと言いますと、縄文時代っていうのは自然と共生するね、森の文化の時代である。これは本当に循環する自然の循環の中に生きている。そういう自然の循環に合わせて魂も循環していく、そういう哲学ですね。これ梅原さんがそういうふうに言ってるわけで、本当の縄文はどうか知りませんけどね。縄文時代実は米が作られてたんだよとかね、いろんなことが最近言われてますね。ただ梅原さんの念頭にあるのはやっぱり岡本太郎さんですね。だから岡本太郎が新しみつつ振り返るっていう、私は芸術家ですからね、岡本太郎さんが新しみつつ振り返るという生き方で、振り返った時にクローズアップされてきたのが縄文土器なんですよ。なぜかというと、日本でオリジナルな芸術作品と言えるのは縄文しかないだろうというのが岡本太郎さんの結論だったわけです。芸術は新しくないといかんと、モノマネだけじゃいけないと。日本の芸術、岡本さんの同時代も含めてね、振り返ってありがたそうに祀られてるのは全部大陸からのモノマネばっかりじゃないかというふうにこう断罪しましてね。でも縄文土器を見たら、ただならぬものを感じたわけですよ。これはモノマネじゃないと。実際そうなんですけどね、世界最古の土器。ちょっと最近もっと古いのが見つかって困ったなということも起こってるみたいですけどね。まあ詳しくは分かりません、僕は。ただ物事の考え方としてね。だから岡本太郎が新しみつつ振り返るという芸術パターンで縄文をクローズアップした。梅原さんはそれにちょっと触発されてね、縄文に注目するようになったんですよ。で、何かといえば岡本太郎さんのことを出しますからね、縄文について語るときには。で、まあその政治バージョン、哲学的政治バージョンが振り返りつつ新しむ。梅原さんの場合は縄文を悔しみ、懐かしみ、寂しむということになります。なぜ懐かしむかというと、やっぱりこれはね、人類の本来あるべき元凶である。元凶っていうのは、元のふるさと、元っていうのはあれですよ、
篠原の原です元のふるさとですね、うん、とすべきもんだからですよ。森の文明が生きていた縄文を懐かしむ。なぜ悔しむかというと、縄文は弥生、まあ縄文から弥生に移り変わるときに滅ぼされた側ですからね、縄文人の立場になると悔しいわけですよ。悔しむ、うん、でも寂しむ。なぜかというと自然と共生っていうのがありますから。まあおそらくね、梅原さんはまあ言い過ぎかも分かりませんけど、僕は密教思想だと思います密教思想、梅原さんの立場はね、本人はあまりそういうことを表立っては言いませんけどね、でも彼の考え方に近い仏教思想っていうのはやっぱり密教思想ですね、うん、その鍵はやっぱり自然っていうのも非常に重視する、自然を友とするという生き方ですね。だから修験道も密教に組み込まれるでしょ、うん、で梅原さんが明治維新の廃仏毀釈を非常に悔しがっておられるのはね、やっぱり2つのものが禁止された、つまり神仏集合が禁止された、もう一つあるんですよ実は、修験道も禁止された、うん、だから森の思想がぐちゃぐちゃになっていくわけですね。ある意味で修験の人が森の文明を守っていたという側面もありますからね、うん、これが禁止された。でも神仏集合にせよ修験道にせよ、非常にこれを大きくまとめ上げたのは密教なんですよ、うん、で修験の場合はほら何派だったっけ、醍醐寺を本寺とする修験道と、そこの、生涯院、生涯院、そこに東山修験道を開いてられる鎌田東寺さんもいらっしゃいますけどね、それは明治時代のことじゃありません、もちろんね、まあどちらも密教ですね、生涯院も醍醐寺もね、醍醐寺は真言密教だし、生涯院は対密天台密教ですね、うん、はい、でまあその密教の考え方ですね、やっぱり自然を友として、もうだから無常といってもね、自分も宇宙も全部無常なんですよ、うん、で無常即永遠なんですよ。無常即永遠の立場を最も推し進めたのが空海ですね、うん、まあこの話出したらキリがないんですけど、詳しくは空海と日本思想ご覧遊ばせ、はい、で梅原さんもね、クローチェのことが念頭にあると思います。どっかで口にしてましたけれどもね、うん、ただ膨大な本なのでどこだったかは忘れましたけど、なぜクローチェかというと、やっぱり哲学と歴史をこう最終的には一体化させようとするね、その立場自体にあると思いますね。ただちょっときついことを言わせていただくと、クローチェは論理があるわけですね、論理学がね、だから膨大というか分厚い論理学の本もね書いてます、うん、自分の論理体系あっての、うん、哲学と歴史の同一史です、うん、申し訳ないけど、この平泉さん、羽生さん、梅原さんも含めて、まだクローチェに匹敵する論理はちょっと提示し得ていないんじゃないかなと思いますね。ただ梅原さんは100歳までに自分の哲学完成するって言ってますからね、まだ何年か残ってるから決めつけることはできませんね、うん、そこで一番下に猛獣対珍獣と書きましたけどね、梅原さんのあるパーティーの席で羽賀徹さんでしたっけね、
梅原さんのたけしっていう名前は猛獣の猛であると言ったんですね。で、珍獣っていうのは誰かっていうと、僕のことを珍獣と言った友人がいましてね。で、まあ何を書いたかというと、あと数年は猛獣と珍獣の戦いが続くということですね。どっちが先に体系化するか。すいません、余計なこと。